はい、脇野玲太です。今回はペン入れしたんで、その映像と、思ったこととか話していければなと思ってます。よろしくお願いします。今回は G ペンでキャラのペン入れをしています。下書きが2、3日前とかに終わって、やっとでペン入れに入ったんですよ。で、昨日まで1ページ目のペン入れずっとしてて、1ページ目に多分1日半とか2日とかかかっちゃって、そんなかかってないか。まあ、結構でも長い時間かかっちゃって、もう苦戦してましたね。もうそこで、でもう気力持ってかれちゃって、俺の。ちょっと、若干その集中力が欠けてる状態でのこれペン入れのしてる映像なんですけど、はい。は 一応やってはいます。やっぱ1ページ目がさ、めちゃくちゃ時間っていうかもう気力というかいろいろかかっちゃって、っていうのもやっぱりその一番初めに見られるページだから一番丁寧に書かないとなと思ってて、まあ、それ読んで1ページ目なんかパッと目に入って、もしかしたらこれ読むぞって思ってくれる人もいるかもしれないし、やっぱ1ページ目とか初めのページが面白かったら読むじゃないですか。やっぱそこを手抜けないな、一番手抜けない場所だなと思って、まあ、全部手は抜かないようにはしてるんですけど、まあ、より意識的にまあ、丁寧に書かないとかなっていうふうに思ってるんで、まあ、時間を一生懸命かけましたね。まあ、ネームの段階でも、そのなんだろう、なるべく1ページ目とかは、てか1ページ目なんかうまくそのネームとかも書けないと次に続かなかったりするんで、これは意識はしてますね、丁寧に。とりあえず1ページ目は本当になるべく、なんだろう、頑張ろうって感じでやってます。まあそんな感じで1ページ目書いてたんで、若干、その2ページ目、なんか今この映像の時は集中力欠けてて、なんか、しかもそのずっと作画で部屋にこもってると一日中、もうずっと一日中こもってるじゃないですか、作画期間とかって。まあバイトとか俺は行ったりするけど、それでもやっぱ書く時は本当にもうそういう時以外もずっと部屋にこもってるから、なんか気が塞いでくるじゃないですか。来ませんか？なんか俺だけかな？なんか あ、作画期間中結構気が塞いでくるから、なんかそんなんでも集中力も欠けちゃってみたいな感じで、まあ、とりあえずでもそんなこと言っても仕方ないから手動かそうっていう感じでやってるし、で動画もつけたんですよね。それでそうすれば、まあ、下手なとこ見せれないなと思って、しっかりやるかなと思って俺が でやり始めたんですけど、まあ、若干それで頑張って書いてるけど、なんか、あれっすね。ちょっといつもより気合い、なんだろうな。線とかも。ちょっと適当感ありますね。いや、でもやっぱさ、プロとかになっていくなら、しっかり本当にちゃんと一流な人になりたいなら、そういうとこなくしていかないとなとは思いますけど、そんな気合いあるときとか、そのやる気あるときとか、ないときとかで差がついちゃう。やっぱり良くないだよなっていう、その精神的なところで波ができていくと、ちょっとね、クオリティ変わってきちゃうと、どうなんだろうなってとこあるんで、マジで その辺は改革していかないとなと思ってます。脇野玲太の。はい。やっぱあんま意外とそういう一流の人って機械的にやってるイメージあるんで、俺のイメージですけど。そんな、なんだろうな、波あっちゃいけないのかなとか思ってます、俺は。なんで、これからは頑張っていきたいですね、もっと。はい。まあ、そんな風に思いながら作画をしていました、今回は。そうですね。まあ、でも、結構ペースとかは、作画のペース自体は結構順調で、思いのほか早く進んではいて、まあ、それは結構、ありが、まあ、ラッキーというか、まあ、嬉しいですね。もっと時間かかるかなと思ってたけど、まあ、どん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 やっぱ作品書いていくと作画のスピード上がっていくんだなっていうふうに思いました。スピードも上がるし、やっぱ絵のうまさもどんどんうまくなっていくしで、やっぱ書くだけ、なんだろう、積み重なっていくものがあるなっていうふうに思いましたね。思いながらやってます。まあ、その成長がやっぱ自分で書いてて嬉しいなっていう感じで。いや、作画って本当にずっとさ、絵描いてるだけだから、あんま俺好きじゃないんですけど、でもそういうなんか、あ、なんか自分よく頑張ってるな、みたいな感じで その自分の、
なんかちょっと成長、ちょっとずつでもやっぱ成長してるのをね、自分で発見して自分で慰めるみたいな、もう まあ若干悲しいですけどね、自分で発見して自分で慰めちゃってるんで悲しいとこはあります。まあでもそれがやっぱ楽しかったりして、それが好きですね。まあ面倒くささはやっぱあるんですけど、そういうとこがやっぱ好きですね。一つ線取ったってもやっぱちょっと綺麗になってんじゃねみたいなふうに思ったりして嬉しいですね。まあそんなことを思いながら書いてました。今回は以上です。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ではありがとうございました。